今日はいつもの公園、もう散歩飽きちゃったんで、ここわかるかな、ちょっとぐるっと歩くんで景色をご堪能ください。さあどうでしょう、わかりますかね。ここはお台場の浜の反対側、意外とねこっちの方来たことなかったんで来てみたかったのと、あと意外と今ちょっとバイクがうるさいけど、あっちの浜の方はね結構人がいっぱいいます。やっぱ最後お盆休み最後の土曜の夜っていうことで遊びに来てる人がいっぱいいるんですかね。路上駐車もいっぱいありました。ちょっとここ足元悪すぎ。はい、また街灯の明かりを利用して、今日は本当に散歩しに来ただけなんで、EOS M6 Mark II に内蔵マイクで、でもミニ三脚だけ今つけてますけど、これちょっと予想以上に暗かった。今顔認識一応してるけど ISO 6400、 もう真っ黒ですよね顔が。しかも逆光になるのか。ちょっとこの砂利の道を行くにしても懐中電灯持ってくればよかったな。行けんのかこれ。スマホライト出そうか。ライト。いや連日ね、あの風呂内さんのお台場散歩を見てたらね、来たくなっちゃいましたね。いやこんなになってたんだな、人生2回目ぐらいかも。昔ね免許取り立ての頃はまだあんなデックスとかできる前、結構こっちの方は車で走り回った時に、走り回ったってあっち行ったりこっち行ったりだけど、休憩するのに集合場所みたいなね、その時時代はポケベルだったかな。どうでしょう今1/8、あんまりカメラ動かせないけど、ISO 6400だからちょっと画質つらいかな。あっちが銀座ですね。銀座汐留、そんな感じ。ちょっと写真撮ろうかな。いやでも橋光ってた方がいいよな絶対。撮る写真もねイルミネーション的なものもないし、まあリアル夜景っていう感じで、ちょっとサイレンが鳴ってるけど、足元が真っ暗すぎるけど、やっぱ水辺だからかな、いつも散歩してる公園よりだいぶ涼しいですね。も
うちょっと歩きます。ちなみにこういう看板があります。お台場公園のあらまし、こういう感じですね。左上現在地、さっきのところはここか、砲台跡で、この辺まで行きました。ここはレインボーブリッジのイルミネーションが消える前にもう一回行きたいかもしれないな。これレインボーブリッジです。リズムが取れない階段。もうほんとそこに見えてる水が海なんで、船虫がいますね。今ねカップルとすれ違いましたけど、暗いんで僕の顔は見えなかったでしょう。お、すげえ瞳認識してる。こっちがね今工事中みたいで、一旦あっちの歩道に上がんないと向こうには行けないみたいですね。はい、こっから浜に降りられるかな。おお、なんか看板立ってる。遊泳禁止かな。ピント合わないか。合ってるか。どっかに合ってればいいでしょう。なんか結構工事中なんすね。あっちまで。あら、結構な範囲で工事中なんすね。あれがデックス。この辺、ここはなんだっけ、水上バス乗り場。これぐらい明るいとまあまあ撮れるけど、この先は結構街灯があるから行けるかな。まあでも人が来るとやっぱりカメラ止めますね。自由の女神、後ろ姿、向こうにはグランド日光。今日もホワイトバランスオートで撮ってますけど、ちょっとあの街灯見た目よりも赤っぽくオレンジ色っぽくなる気がするけど、あれ？こっちはならないな。ここまでか。本当は向こうのね駐車場まで行くつもりだったけど、こっからこの階段上がって、この階段上がるとダイバーシティの方かな。いつもはあの向こうの方からあっちを撮ると、
レインボーブリッジの向こうに東京タワーが入るような構図になります。いや、羽田発の飛行機結構低いな。なんでだろう。前からあった航路だと思うけど、この明るいフェンス沿いに歩いてるとフォーカスが暴れなくていいっすね。あそこがフジテレビ。ピンとくるか。で、あっちがダイバーシティの駐車場。あ、スモーキングエリアあるんだ。寝てる人がいた。で、向こうに赤い点滅してるのが船の科学館。ここいいっすよね。でもちょっと今日持ってきてる三脚じゃ低すぎて写真は撮れないかな。まあレインボーブリッジのイルミネーションも消えちゃってるから、イルミネーションライトアップか、消えちゃってるから撮ってもしょうがないっていうことで撮りませんけど、いやー、お台場散歩なかなかいいっすね。今この首都高湾岸線の上を渡っております。ちょっとねフェンスで道路は見えないけど、あ、ちょっと見えるかな。湾岸線こんな感じ。さあ、ダイバーシティ行けるか。行けない、行けないか、残念。涼みたかったけどな。さあ、ぐるっと回ってあっちに戻ろうとしてますが、じゃーん、あれ行けるか。じゃーん、ユニコーンガンダム、ユニコーン状態でお休み中です。ちょっとあっちの左側ビルの方からも行けるんだけど、せっかくだからね、こういう照明のある歩道を歩いてみようということで、押しボタン式ミストポール。ミスト出んの？あ、出た。ミスト映らないけど、これで涼みましょうということで、さあそろそろあっちの橋を渡るのかな。あっちはなんだっけ、お台場駅だっけ。
臨海線、お、ドコモのレンタサイクル、違う、ジャンプだ、あ、ドコモか、ジャンプ発見。江東区コミュニティサイクル、1台しかないっすね。まあ借りないですけど、あっちにメガウェブの観覧車が見えるんだけど、観覧車もライトアップが消えちゃってるから本当に何だろう、ただの夜の公園みたいな感じ。ここがさっき上から見えた、東京テレポート駅、東京テレポート駅かな。ここ1日1500円ぐらいで借りれた駐車場なんだけど、借りれたっていうか止められた駐車場なんだけど、こんな風になってたとは知らなかった。結構便利だったんですけどね。はい、東京テレポート駅ですが、まあもう電車終わってるんでシャッター閉まってます。そしてこの台場方面、この階段を、お、エスカレーター動くかな。エスカレーター自動運転中、危うく逆走するところだった。危ない。この進入禁止みたいなマークがなかったんだよな。あー、バツマークがあったのか、気がつかなかった、ごめんなさい。はい、もう結構汗だくっていうほどでもないけど、まあまあ歩きましたね。駐車場を入れてからだいたい90分で、2時間までは600円って書いてあったから、まあこの調子で行けばちょうどいいんじゃないですかね。さあ、ここ見覚えのある人も多いんじゃないでしょうか。映るかな。臨海線テレポート駅、ゆりかもめ、お台場海浜公園駅、これを向こうに行くとスタート地点の駐車場の方に行けるはず。あれ、ジョナサンで、あっちがサイゼリア。まあ僕は入らないですけど。なるほど。これ買わないわけいかない。はい、行きは向こう側ずっと歩いて行って、ぐるっと今この道の反対側を、この突き当たりの駐車場に車を止めたんで、散歩は、今日の散歩はこれでおしまいですかね。
いやー、久々お台場散歩面白かった。それでは。